最近つまんないなぁ。かわいい男も全然いないし、なんていうか、刺激が足りないって感じ。おや女と歩いてるあの男子、なかなか。ねえ、そこのかわいい子猫ちゃんああ、いや、君じゃなくって。さあ、 君だよ。かわいいね。今からお茶でも。って、おいおい、割り込まないでくれよ。何私の男に手を出すなへえ、君、なかなかかっこいいこと言うじゃん。でもね、僕の親はこの学園に多大な経済援助をしてるんだ。 僕に逆らうとどうなるのか気になるのかいそれでどう一緒に来ないか嫌だ、と。ふーん。この学校は強い女が一番なんだよ。オスガきの君に拒否権はないって分かってるよね。 逆らったおすがきはみーんな、指導室で夜通しいろんな人に教育されちゃうんだって。まあ僕がその一人なわけだが。と、失礼。じゃあ、一緒に来てくれるよね。大丈夫。お茶するだけだから。それ以上は何にもしないと約束するさ。よし。 聞き分けがいい子猫ちゃんは大好きだよ。それじゃ、そこの女とお別れしようね。あれ彼女、泣いてしまったね。ああ、そうか。君たちは付き合っているのかな。ふーん。ま、いいや。ほーら、あんな女なんか放っておいて。 一緒に行こうか、子猫ちゃん。よし、着いたよ。え女子トイレじゃないかっていいから、着いてきて。嫌だわかってるよね、拒否権はないって。もしこれ以上反抗したら。 君も彼女も退学させるよ。いい子だ。おいで。どう壁ドンされた気分は。<laughs> 顔が赤くなってる。かわいい。え何か硬いものが当たってるってさあ。 だろうね。<laughs> 抵抗しようとしても無駄だよ。身長でも力でも、僕の方が強いのは分かってるだろう。ねえ、何されちゃうか、だんだん理解してきたんじゃないああ、もう我慢できない。首キスマつけるぞ。 ん <laughs> 顔、とろけてすごいことになってる。キスマだけで落ちちゃったかな。まだ本番はこれからだよ。ほーら、壁に手をついて。<laughs> いい子だね。当ててるだけなのに君、ビクビクしちゃってる。<laughs> 口では嫌がってんのに、こっちは素直だね。 かわいすぎ。もういいや。いただきます。